おー、今宮健太、行く？試合前の藤本監督の一問一答。今宮は16日から細菌の感染症により欠場。あと2、3日はダメじゃないかな。ショートはガルビスと為替で回していこうかなと。河原田は明日から呼びますけどね。今日から本番モードと。本番といっても、WBC に参加中のメンバーがまだいないわけやからね。試合の中で今まではサイン出してないので、今日からはしっかりサイン出してやるべきことをやっていきましょうということ。勝ち負けはまだオープン戦だからあれですけど、とりあえずもうちょっと選手全体的に覇気を出してもらって、打線のつながりというのも大事だし、そういうところを考えてね。ただ結果、打たなくちゃいけない、打たなくちゃいけないじゃなくて、もっとチームとして戦っていきましょうということ。今宮大丈夫か？今宮体調不良なんだ。明日から河原田も呼んで、河瀬、河原田、ガルビス争いになるのかな。今宮体調不良だってな、大丈夫かよ。今宮心配だけど開幕までに万全できてくれればよいね。勝って嬉しいけど今宮のニュースビビった。細菌性の感染症って大丈夫？字面だけ見ると怖く感じるわ。ほんまに2、3日で済むもんかね。お腹の風邪流行ってるって聞いたけどそれ系かな。調子良かっただけに心配やけども見守るしかない。家族全員とかやったら大変やろうな。養生してや。多分それ、今は感染性胃腸炎が流行ってるぽい。ノロウイルスもその類やしな。なんかようわからんと怖いように思うけど基本は手洗い消毒まだまだ大事。今宮は体力あるやろうし大丈夫よ。今宮は前も一家で胃腸炎になってたし、感染源はわからん。でもやっぱり子供がいる家庭はリスク上がるからな。他の選手もファンも気をつけるんやで。今宮さんはお大事に。しっかり勝てた余韻に浸りつつ今宮さん早く治るとええな。ウイルス性ならノロとかでイメージ湧くが、細菌性ってのが聞き慣れなくてな。一日病気で休むとその感覚を戻すのに一週間かかると言われてるからな。開幕間に合うとは思うけど良い状態では無理だろうな。今宮よ、抱きようが足りん。チャンネル登録よろしくお願いします。